Vロード第5節2戦目千葉ロッテマリーンズ対この場面打席には平田が入ります。さあワンアウトになりましたが得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ早いうちから点差があると楽になりますからここも期待したいですね。なるほどそうですよね。この変化球はバットが合いません。ワンボールツーストライクです。切れていきます。ファウル。ワンボールツーストライクです。高め打ちました。三塁タッチはアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。2番バッター柳田、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。バッターアウト。強い当たり取れない。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。バッターボックスには6番鈴木、ピットでランナーを一塁に置いています。改めてお聞きします、バッターボックスの鈴木どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターです。打ちました。サード取った。送球する。アウト。ワンアウトです。ソフトバンク内に打ちました。